テレビゲームが期待される売り上げを出せるのなら、ゲームセンターが普及する、その方が経済的にも貢献度はある、雇用がそこにある。なので、家庭用ゲームの出荷に制限をかける、アーケードゲームの出荷実績がないと出せないという規約、その是非。そこで思い通りに実績を出せない人々の不満、家庭用ゲームのそれと、アーケードゲームのそれは別物で、は？それに対して適正な返答と、その権論と、基盤100枚で、1タイトル許容、というそれの、ハードルの問題ではある。それを適用する環境の景色、それを自分は正確には把握してない。ただ、妥当、それは、それとして、ぶっちゃけ、平成の経験者でさえ、困惑か面倒なハードル、なのかもしれない。昔は適当な街には必ずあった施設、今は、どこにあるのか。